皆様こんにちは。あれ元気がないですね。もう一度参りましょう。こんにちは。ありがとうございます。本日はようこそお越しくださいました。今年も待ちに待った聖蹟桜祭りの日がやってきました。迎えまして今年で35回目。今年もさらに盛りだくさんの内容でお送りいたします。さてこのビータホールではこれから素敵なパフォーマンスをいっぱいお送りいたしますので、どうぞ最後までごゆっくりとお楽しみください。では早速なんですが、1番目のグループのご紹介をさせていただきましょう。ミュージカルキッズ小鳩の皆さんです。大人と子どもたちによるエコロジーをテーマにしたミュージカル活動を行ってらっしゃるという小鳩の皆さん、楽しく未来につなげる作品を創作してらっしゃるそうです。今日はお笑い芸人のデッカちゃんが特別出演します。そして本日の演目はステゴミザウルス北風デッカマンとエルニーニョ編です。とっても楽しいミュージカルです。どうぞ最後までお楽しみください。それではお願いします。Thank you.
なんだかこの頃、暖かくなったり寒くなったりで。そうよね、なんだか季節が分かりづらくて。早くつぼみが開きたいのに。私たちは多摩に住む千年の桜です。この多摩の歴史をずっと見てきました。でも確かにこの気候は変です。秋にうっかり咲いてしまう仲間がいるくらいですから。冬にはっきりと寒く、春に穏やかに暖かくなってこそ、私たちはきれいに咲くことができるのに。
機械でガリ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 やってもうかき氷にして、もう食ってやるよ、バカ。食べてくれ、なんだ。本当に準備しとけよ、あっちで待ってるからな。何味なのかしら。いちご味。あいつ嫌だ。Bye.
南米チリのエルニーニョの本部になんて報告したらいいか。俺たち、私たち、クビだ。いいえ、あなたたちが悪いわけではありません。異常気象は自然の摂理に従って起きていることです。人間が豊かさを求めてやってきたこともすべて自然の成り行きでした。そしてその成り行きがどういう結果をもたらしたか人間たちは気がつき始めています。あなた方が子供たちのパワーに飲まれたのは当然のことです。だって子供たちは未来の地球をとどう共存していくかを考え取り組む大人たちになっていくのですから。さあみんなで未来を生きる子供たちを応援しましょう。そうだ、俺たちは子供の未来を開く追い風になろう。私もみんなに幸せを運ぶ風になりたいわ。それじゃあみんなでハロー呼ぼう。キッズ小鳩の皆さんでした。とっても楽しいミュージカルでしたね、はい、でもその中にも心に響く内容だったと思いますが皆さんはどうお感じになりましたでしょうか。これからも地球がずっとずっと元気な惑星でありますようにそんな風に思いたいですね。さあそれでは
次のグループですが、次は12時30分からとなります。ここでステージの準備をさせていただきます。皆様引き続きお楽しみください。